優勝戦やや向かい風で進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース角から4番茅原、5スタート3コースが少し遅れた体型、さあ出ていく茅原、茅原が内側3手叩いていく、一気のまくり、その後ろ真ん中バローというのは5番の田村、まくり出し展開も先頭ははるか遠く、4番茅原一気に抜け出してスタートは前提正常でした。早くもリードは4艇身へ、そして2番手争いに5番の田村、内を突いて上がってきたのは6番の白井に3番山口、さあ横に広がっての2番手争いは6番の白井が2枠は先手を取る、外を回る5番の田村、内を突いては3番の山口、1番の井口と上がってきた、さあここは3番手争いで2番手は6番の白井が2周目、先頭4番茅原、さらにリードは広がって5艇身以上、2周目1枠の旋回、さあ3番手は激しい展開、内から競り合っているのは1番井口、2番の今村、バックストレッチ、ここは1番の井口は振り切りました、しかし2番手との差は開きました、2番手6番白井のリードは4艇身、1番の井口に続くのは2艇身差、5番の田村、4番手から追い詰める、さらに後ろから内をついて山口、今村が続く展開、優勝戦焦点はどうやら3着争いという展開で、ここは5番の田村が外からさらに差を詰めて優勝戦これから最終周回、先頭は4番茅原優希、大きく抜け出しました、4コース角からスタート踏み込んで一気のまくり、4番茅原先頭最後のバックストレッチへ移ります、そして2番手水槽地元6番の白井、3番手は1番の井口がここでもわずかに優勢というところ、外から5番の田村が続く展開、地元勢そしてシリーズリーダーを抑えまして、やはり徳山 G1 強かった4番茅原優希、徳山 G13 回目の優勝、クラウンは初 V、最終ターン幕の旋回、2番手追走6番の白井、そして最後も3番手は1番の井口がどうやらしのいだか、1番井口が3番手優勢で先頭、4番茅原優勝合輪、6番白井合輪、1番3番5番の順で合輪、2番今村合輪。